ノルウェー、アーケシュフースケンバールム出身の下、スキージャンプ選手である。ベルタは2010年3月14日のホルメンコーレンスキー大会で、スキージャンプワールドカップにデビュー、43位となった。翌シーズンはトップチームに加わり、総合36位となった。また3月26日のノルウェー選手権、ノーマルヒルでは2位となった。2011から2012シーズンは、 ワールドカップで安定してポイントを獲得2月のスキーフライング世界選手権では個人戦で銀メダルを獲得しワールドカップ総合17位と躍進した2012から2013シーズンは1月9日のラージヒルで自身初の表彰台となる3位シーズン最終戦のフライングでは自己最高の2位となったワールドカップ総合は23位だった 2013から14シーズンは調子を落とし、予選落ちや2回目に進めない試合が多かったが、2014から15シーズンは徐々に調子を上げ、世界選手権で個人ノーマルヒル及び団体ラージヒルの2つの金メダルを含む出場4種目べてでメダルを獲得し、またワールドカップでも2位1回、3位3回となり、総合8位でシーズンを終えた。2016年夏、 現役を引退を表明した。ありがとうございます。